はい、山本城でございます。こんにちは。皆さん、チャンネル登録とコメントをよろしくお願いします。ということでね、毎日新聞が富山で、有観の配達をね、廃止するっていう話になって、まあ、大揉めをしてるよって話ですね。まあ、揉めてるっていうか、衝撃が走ったっていう言い方ですかね。まあ、そもそもそのね、有観をやめるよって話はね、その産経新聞さんとかね、まあ、他のその、ところでもいろいろ出てたんですけども、そもそも新聞って今回の軽減税率の話もそうなんですよ。知る権利っていうものをそのね、国民に知らしめるために、ユニバーサルサービスだ、公共性の高いサービスだということでですね、いろんな融合されてきてるんですね。で、そういった点で言うと、そもそも論として、朝刊夕刊を2回ね、各ご自宅に届ける全国区の配送網を作るっていうの、この、相当な装置産業なわけですよ。で、なんでそれは成り立ってたのかっていうと、やはりそのね、新聞の記事を買ってきて、いろんな紙面にこう印刷して、配達して、で、月3000円っていうね、割とこう、サブスクの中では高い方のね、お金をその得るっていうことを、全国つつ裏上にできるっていう、そういうビジネスモデルだったからだと思うんですよね。そういった点で言うと、例えばその実売で300万をそのね、朝日新聞が切るの切らないのって大騒ぎしてないじゃないですか。で、あれも、単体のその、ビジネスで見ると、十分まだ黒字で儲かってるっていう地域もあればですね、もうどうにもならないぐらい、朝日新聞の読者が減っちゃって、その地域の販売も維持できないよみたいなところも出てきてるわけですよ。で、これは別に新聞社だから、そういうふうになってるってことじゃなくて、それはその JR だろうが、電力会社だろうが、水道会社だろうが、みんな同じような、状況になるわけですよ。で、これはやはりユニバーサルっていうかね、公共性をいかにこう担保して、日本つつ裏裏に、同等のね、もうサービスを提供するのかっていうことを考えていったときに、当然その採算の合う都市部とですね、採算の合わないその山間部とか田舎というか、僻地というか、そういったところの問題ってやっぱこう、セパレートしてくるわけですね。で、そうなってくると、メディアとしてのね、生き残り戦略として、その都市部でだけ、我々はね、頑張ればいいのかっていう話になるし、その地方の新聞紙ですね。で、むしろ朝日新聞とか毎日新聞よりも経営状態のいい、地方の、新聞紙ってあるんですよ。で、その地方の新聞社のそのビジネスモデルってのは本当こう地元密着でね、地元の人たちがそこで生きていくために必要な情報をちゃんと流していくので、辞めるに辞められないっていうやっぱあるんですよね。で、そういったビジネスモデルの違いみたいなものを深く考えているとき、やはり何をもってその新聞っていうのは成立してるんですかと。で、特にその全国紙っていうものに関してはですね、それこそその読売があって、産経があって、朝日があって、毎日があってって、四大紙があって、さらに日経があるじゃないですか。で、ここの中で言うと、じゃあそこでね、読売と産経の違い何ですかとか、もしくはその朝日と毎日の違い何ですかとか、さらにその通信社ってなって、自治と共同の違い何ですかみたいな話にこう、やっぱどうしてもね、こっちでなければならない何かっていうことをどうやってこうみんながね、価値として認めてるのかっていう全然違う、生き残り戦略っていうのは、そういう存在するわけですよ。で、全国紙であるほどに、そもそも全国紙であることが、メリットであったはずが、地方にこう、どんどん人が減ってきてですね、その地方を維持できなくなってきたよ、みたいな話になるとですね、当然のことながら、その全国紙であること自体が、その経営上のその負担になっていると。で、さらにその新聞を読む人たちがどんどん高齢化しますねって話あるんだけれども、これもやっぱりこう、地方紙でね、うまくいってるところっていうのは、もちろんね、読者の主体は高齢者なんだけれども、でも勤労世帯に対して、引き続き深く、根を張っている、新聞紙とかあるわけですよ。で、そういう新聞社の人の話を聞くとですね、時事共同化出てくるそのニュースは、もちろんその買う紙面にも載せるんだけども、やっぱそれをメインにやってしまうと読者さんは離れてしまうので、やはりその地元の人たちが知りたいことをきちんといろんなところにこう、テイトにこう、記者を配置してね、なるだけ即効性の高いものを、新聞紙の中でできる限りやっていくんだみたいなことをおっしゃるんですよね。それは本当経営ってそういうもんだろうなと思うんですけども、そういうような形で話が聞かされるとですね、じゃあ何のためにマスコミっていうのはね、全国で展開してるんだっけと。で、それって本当に偉いことなんだっけっていうことをもう一回見直していかなきゃいけなくなるし、その採算が合わなくなった時に、その有観をやめてみたいとかって話になると、当然その国民の知る権利を担保しているはずの、もうそれこそ持ち返しますよ。これを軽減税率の対象になっている新聞業界って本当にね、全国つづらの人たちに対して、公益性の高い平等な情報を提供しているその存在なんだっけみたいなことってもう一回問い直されてしまうわけですね。なので、そこはやっぱりこう、本当にね、こう、リアルに物を配るっていうことの、負担ですよね。
で、それに対して、やはりこう、まあ、単純な話、チラシだとか、その地元の人たちに対して、こう、どういうサービスを展開するのかとかっていうところも、こう、ちゃんとアドオンされないとですね、いくらその全国紙でございとかね、威張ったところでですね、やっぱお客さんはなかなかついてきてくれないよねっていうのは、実態なのかなというふうには思うわけですよね。なので、おそらくその、まあ、その、崩壊の始まりだみたいなことを、まあ、わわ言ってる人たちもいてですね、まあ、どこまでどうなのかまだ全然先はわかんないんだけれども、ただその、やっぱり新聞社のそのデジタル重視っていうところで言うとですね、その新聞社の本当の意味での、まあ、これ本来の意味でっていうんですよ、本来の意味での商品って何なのかって言ったときに、その新聞紙そのものってのは別に商品ではないわけですね。もちろんマテリアルとして、まあ、媒体の人はそうだかもしれないけども、新聞紙そのものは、商売のその具ではないわけですよ。そこに印刷されている記事が本当の意味でのその商品なんですね。で、これってコンテンツビジネスの基本なのであって、その DVD ね、こう映画が入って、その DVD 自体にその価値があるわけじゃないし、中にこう記録されている映画にその価値があるわけじゃないですか。で、それってのは自分がそうね、その、まあ、メディアのその、例えばブランドイメージ、例えば朝日新聞とか毎日新聞とかいう産経新聞、読売新聞ってこう、ブランドに対してそのお客様が提供を、そのまあ、こういうところだったらこういう品質のものを出してくれるだろうという期待感をもとに、それに対する対価を払って商売をこう慣れさせて、せれるのであれば、その紙である、紙の新聞紙からその逸脱して、こうダーッと離れて、その電子に行った時になんでこんな客が減るでんと。いう話になるんですよね。で、それって、その、要はその、人々のその習慣として新聞を取るってことの、その、いわゆるその、ルーチンとしてのその、月間3000円っていうものに対して、みんな割とこう、まあ、イージーにデジタルにシフトしたら、1200円くらい払ってくれるんだろうみたいな、もしくはその、紙とセット売りすればね、ある程度そのお客さんついてきてくれるんだろうみたいなこと思ってたんだけど、でも実際にはそうじゃなくて、我々がそのブランドのもとで知りたいコンテンツの中身っていうのは、もっとこう、一個一個ちゃんとみんな精査して、まあ、この記事だったら俺は別にそのね、読売じゃなくても、朝日でも他の新聞社でも構わないから読みたいと思うかもしれないし、もしくはその東洋経済のダイヤモンドとか、エコノミストとか、まあ別のね、ブランドがついているその媒体のその、ウェブ上の記事を読みに行くことでも、その十分その、気持ちとしてね、こう、まあ、知った気持ちになれるわけなんだから、それいいじゃないみたいな知ったとすると、その新聞社のブランドってものに対して、その、どれだけ多くの既存があるのか。で、その、特にこう、新聞社っていう、その、ブランドがその、あると思って、それに対する値段をこうね、ガッと例えば1200円とつけるとですね、文春に巻いたりするわけですよ。で、これって何なのっていうことをもう一回やっぱ考え直す必要があって、で、さらにそのブランドに対して、例えば読売新聞だから読むんだ、もしくは朝日新聞だから読むんだって人たちが、何を求めてそこにこう、まあ、ぶら下がってるのかってことをやっぱ、よく考える必要があったと思うんですよね。で、そこら辺が、ちゃんとおそらくその、咀嚼されきれないまま、デジタルシフトをしていってしまったわけです。で、これってのはその、よしあしがあって、それこそね、ヤフーニュースがいかんとかね、もしくはその、こう、今のデジタル時代になってくると、その、まあ、それこそね、Google 様がやってるショーケースなんか、こう、けしからんとか、まあ、みんな言うんだけども、でもそんなこと言ったってさ、だって現実問題として、その、読売新聞じゃなきゃいけない理由とか、朝日新聞じゃなきゃいけない理由ってなるわけじゃないですか。で、そうなった時に同じような情報が流れているってことに対する、その、まあ、お金の取れなさに対して、我々はどういうそのアドオンされる、その、まあ、ニーズを取るべきなのかって、まず一つ。で、もう一つが、その値段の問題ってやっぱあって、その、1200円払ってくれないんだったら800円にしましょうって、これ、安売りになるわけですね。ダメじゃないですかと。だからそれって、例えばその本当にこう、まあ、一つのブランドに出して、まあ、興味ある人だとしたらですね、まあ、それはむしろそのね、その値段を4倍にします。例えば6000円払ってくださるんだったら、デジタルに対してね、読みやすい紙面提供しますよとか、もしくは場合によっちゃあなたの知りたいことに対してきちんとコーディネートしたそのね、紙面をその提供できる仕組みを用意しますよとか、そういう話になってくるんですよ。で、そこら辺ってやっぱり生き残り戦略の話になってくると、まあ、それこそね、マグロヒルモデルからこう脱却して頑張ってるのもね、こうデジタル化やって、電子版をね、立ち上げて、なんとか仕事したその日系のやり方みたいなものがやっぱだんだん近づいてくるわけですよ。で、さらに言うと、その我々は日本人なわけじゃないですか。で、日本語で記事を読んで日本の情報をまあ、ね、入手するってことをまあ、常にこれやってるわけですよ。まあ、ある程度ね、こう、まあ、我々みたいにこう、年やってますよとか、もしくはなんかこう、最先端の技術を読むときには、その、日本語だけではこう、困っちゃうから、英語で読んでね、こう、先にこう、判断していくような人たちは、それは当然いるんだけど、それで大体日本の産業界を含めると 4% ぐらいしかいないんですね。大体 96% ぐらいは日本の情報を見て読んで、判断して日本で暮らして、生計立ててる人たちですから、そういう人たちを客としてる場合にはですね、やっぱこう、アメリカでこういう先進事例がありましたとかですね、こう、そのまま日本に持ってきてダメなんですよ。だって、英語圏って日本のその16倍ぐらい、こう、読者層がいるわけですよ。で、そういう人たちが、その、ポロッとね、英語でこう喋ることによって、その届く範囲ってやっぱ日本語に比べれば16倍、17倍あるわけなんで、まあ、それとその同じようなビジネスモデルでね、アメリカの新聞社こうやって生き残ってるんで、我が国もやりましょうみたいなやったって、そもそも日本語で読んでる人たちの数が少ないんだから、どうしようもないわけですよね。
で、そこら辺のことを考えていくと、例えばその新聞社とか、その通信社とか、雑誌社、出版社とか、まあそういったところのそのやっているもの、で、さらにそのオンライン専業メディアって言ってるものの、そのビジネス構造っていうと、やっぱりこうね、両極端になってくるんですよ。それこそそのサブスクでね、やっぱお金が取れるところと、逆にこう、地べたが這いつくばってその広告が出る、こうなんとか食ってるところとか、大体二極化するわけですよ。で、そういったところで、じゃあ我々どこにそのキーポイントに持ってですね、誰に対しては、まあ、情報を届けようとしている、その、まあ、サービス事業者なんだっけというところをちゃんとね、まあ、相当だけじゃなくて、まあ、相当みたいなことも必要なのかもしれない。まあ、ビジネスの、そのデザインをもう一回考える必要があるでしょと。で、もちろん、その今までやってきたことを、そう簡単には捨てられませんと。で、それはもうレガシーのうちあるんだから、それは臨機応変しね、ツーラーでこう、まあ、沈黙配ってきたので、それいきなりやるって無理なんで、やっぱそこは、その、ちゃんとその別で利益立てられるような仕組みっていうのを、まあ、オンラインでもその他のその、まあ、サブスクでも何でもいいんですけど、そういったものでこう、ちゃんと構築した上で、そんな中で取材費をどのぐらい出せるのかとか、もしくは地方に対してどのぐらいサービスができるのかとか、都市部でやるときはどういうふうな形でやるのかとか、ミリヘア付けるとしてはどうするのかってことを、やっぱ考える人があるし、で、それが、そのユニバーサル性を失うのであれば、それはもう、軽減税率とかね、2% がどうとか言ってる場合じゃないっていうことを、やっぱ業界としてちゃんとこう考えて展開していく必要があるんじゃないかなと思うんですよ。で、もう全国紙なんて、その4紙も5紙も生き残れないですよ。これはみんな当たり前だと思ってて、当然のことながら、そのね、ほとんど同人誌の、まあ、なんかレベルでこうやってるんだみたいなことをね、自虐的におっしゃる方いるけれども、でも、あなたがやってきたことってもっとすごいことだったんですよ、と。新聞社でそれだけね、いろんなとこを回って、その、仕組みをね、見ながらこう、人にこう、情報を伝えるってものすごく大事なことだったんですよ、と。ただ、あなたにだったら、100円多くお金払いますみたいな、そういう努力をしてこなかっただけです、と。いう話をやっぱりこう、まあ、いい形でうまくこう、咀嚼をしてですね、より多くのお金をその読者様からその提供していただいて、ちゃんとしたメリットをね、提供していくと。そのメリットを提供していく、ブランドとしても、例えばなんとか新聞っていうことを、うまくそのね、構築していくことによって、なんとかギリギリ間に合うようなね、業態転換ってできたはずなのに、なんでこういう形で今揉めてるのかっていうの僕にはよくわからない。で、さらにこう、まあ、ウェブライターの、まあ、私もね、書き手の一人として、まあ、いろいろなところからお話をいただいてね、まあ、コンサートとかやらせていただいたりとかするけれども、やっぱりこう、じゃあどうやって儲けるのといったときにですね、まあ、一回儲け方をこう、教えてあげるというか、こうやって儲けるんですよってやって、で、ある程度ご納得いただいてからじゃないと、まあ、なかなか続かないわけですよね。だから、その点で言うと、例えばその、まあ、ある出版社さんがね、もう本当、左前大変だって言った時に、もう、僕なんかは、まず最初に単価上げましょうと。そのブランドとか、お宅の出版社の下でね、まあ、ちょっと言うたらあれだけど、やってるところが、この出版社のこの書き手さんだったらお金を払いたいっていう人たちに対してちゃんと、まあ、それを融通できるようなコミュニティを作ってですね、まあ、そこに対してこうお金をね、たくさんもら、払ってもらえるような枠組みを作って大事じゃないですかと。で、まあ、そこら辺のコミュニティに対して、ちゃんと名前を出したのであれば、その他のね、まあ、関係してるところのバイタスのイベントに対してはちゃんと講演を出したりとかですね、そういうのをそのサマリをね、PDF でもそのウェブ上でも何でもいいから出してあげて、我々がそのに対して、ちゃんとね、そのコミュニティの人たちが、その情報流通のその中間に来るような形で、そのまあ、情報提供してますよと、もしくはその、編集の努力してますよみたいなことをまあ見せてあげるとかが非常に大事ですねと。まあ、そういったところでこう、まあ、ほんとね、月間400円でも500円でも多く取れるのであれば、それを取りに行きましょうと。で、それが、まあ、6万人、7万人になるだけで、そのあなた方のね、社員の何人か雇えるんだから、でそういうその維持できるようなところにこうガーッとシフトしていって、で、まあ、ほんとね、当たるか外れかわかんないその書籍をその単行本でそのね、月何冊出して、で、それ返本率がこのぐらいとか、チクチクやってるんですよ。で、そのチクチクやってるのはあくまで出版業界のその枠組みの中でやってることなんで、それって良くないでしょうと。で、同じようなことは、その、新聞業界にもいて、新聞業界の場合はその販売点というのがあって、そこは今までね、地域がっちりグリップして頑張ってたっていうふうにみんな思ってるんですよ。なんだけど、その、出版社も新聞社も通信社も読み手が誰だかよくわかんないんですよ。読み手が誰だかよくわかんない中で、俺たちはこの地域で、ナンバーワンのね、新聞媒体だとかっていうのを折り込みチラシが、我々の社のが多いんだみたいに言ってるんだけど、その折り込みチラシを誰がどう読んでるのかって、実は新聞社知らないわけですよ。で、あなた方のその商品が、せっかくね、記事としてのその商品のその価値があるから、あなた方のね、その新聞社としてのブランドは高いんだけども、まあそれがね、ウェブになった瞬間に、1000円も払いたくないみたいな人が出てくるわけですね。800円とか750円とか言われるわけじゃないですか。で、その買って書かれてるような状態ってなんでやねんって言うと、似たような記事がウェブでいっぱい出てるからですよね。で、その差別化がどうやって上がって、より多くのお金を取るのかって言ったところに、あなた方の本来やらなきゃいけない、その、まあビデオとしての戦略があるわけでしょうと。
で、それは、その、僕も、書き手として生き残り戦略があって、例えばメルマガやってますとか、こういうね、YouTube やってますとか、もしくはいろんな媒体書いてますとか、もう一つのサービスにこだわらず複数のところに書くことによって、どこか一つポシャンって潰れてもですね、まあ、他がちゃんと儲かってれば、全体がこうやってこう利益出せるような仕組みって、ちゃんと作った上で生き残ってるじゃないですか。で、それって、私個人の問題だけじゃなくて、その会社さんとしてね、やる場合、組織としてやる場合には特に、まあ、どうやって、まあ、そのお客さんから多くのお金を取るかっていうことに対して、もうちょっとこう、プリミティブなところで勝負をしましょうと。一番大事なところで勝負しないと、それは当然そのブランドも維持できないし、その業態上も成り立たないし、その会社全体というよりは、その業界としてその社用になってしまった時に一緒になって社用になってしまうんで、そうならないようにするためにはどうしたらいいんですかってことを、まあ、本当はやるべきだったんじゃないですかっていうのは、まあ、我々がすると、まあ、聞かれればお金払ってもらって聞かれれば、そういう話を、まあ、もうちょっと細かくしますけど、まあ、そういうことを言うっていうのは、やっぱり、こう、まあ、本筋なのかなというふうに思いますよね。ので、例えばその最近だとラジオ局とかテレビ局なんかも、我々はどうやって生き残ったらいいですかとか言われるんですよ。知らねえよと。で、知らないんだけど、でもそのあなた方のブランドのね、例えば某ラジオ局って言った時に、その某ラジオ局のブランドの近くにぶら下がっている人たちどういう人なのかって知ってますかと。で、そういうお客様に対して今までそのね、聴取率調査、そのあくまで広告を取るための調査だと思うんですけど、そういったところで出ている数字をその横に並べてね、うちはこういう媒体でこういう人たちが聞いていて、まあそういう、こういうテーマに対してお客さんがついてるんだからこういう番組やってますっていう、その、いわゆるその、その局の問題のことしかやっぱ考えてないんですよね。で、それって、やっぱ本当の意味でのその読者さんとか聴取者の人たちのニーズっていうのをつかめるような調査方法になってますかっていうのはやっぱりこう非常に重要なポイントなのであって、で、そういう人たちがじゃあそのね、ラジオ局内テレビ局のイベントに、まあ時間とお金を使ってね、これだけの人が来るようにするためにはどのぐらいのこうね、パフォーマンスを出さなきゃいけないのかみたいなことをやっぱ考えていかないとですね、なかなかその事業計画に繋がっていけないし、まあ、売り上げはね、急に上げろと急に四半期の前に言われるわけですけども、まあそういった時にですね、まあ我々もこうね、まあ、いきなり聞かれてもいけないできないですよね、と。で、それはやっぱ仕込まないといけないわけなんで、それはもっと長い目線で、その措置産業としてのその放送局っていうものが、まあどういう形でその着地させるのかみたいなところも含めてやっぱ考えていかなきゃダメなんで、それは、我々もやっぱその全てのことを知ってるわけじゃないし、むしろテレビ屋でもラジオ局も、まあ僕番組見てないし、ラジオもほとんど聞かないので、知らないと。ただその数字はわかるので、なんか聞かれればこういう形なんじゃないですかと。で、いうところはやっぱ言えるかなっていうぐらいのところだと思うんですけど、まあ、それでも使っていただけるだけ、それはね、相互のなんか生存戦略のその、まあ逆展開みたいな、こう、映し鏡みたいなっていうですね、まあ、なかなか面白いですね。ので、まあ、話戻っちゃいますけど、その、まあ、新聞社のその、まあ、社用に関してはですね、まあ、新聞社のその、いろいろその、トライされたんだと思うんだけども、やっぱそのレガシーを、うまく使い切れなかったというところで、やっぱ時間切れになっちゃった部分はあるのかなと。で、それを、今からどうにかしようともなかなか難しいのでですね、やっぱりその、まあ、ちゃんと売り上げが上げられるところにこう、フォーカスすると。で、それに対して、やっぱお客様のね、持ってる、その、まあ、抱えてる、その、仕組みなんかもうまく考えながらですね、まあ、事業再編していく以外、方法ないんじゃないかなっていうふうには思いながら、こう、日々ね、お話を伺っているということを、まあ、ご理解いただければいいかなと思いますね。で、まあ、ちょっとこう、変な話です。僕はこの辺の話は新規営業やってないんで、急に言われても全然何もできないんで、なんかね、たまにこう、YouTube で喋るとですね、なんか、うちの会社のね、研修会に来て喋ってくれとか、なんかコンサル的なことを相談されたりするんですけど、お金もらってもできないんで、もうこれ以上、仕事増やしたくないんで、それは他の人を頼んでね、見繕って、その頑張ってやっていっていただければいいかなというふうに思いますね。はい。どうもありがとうございました。失礼します。